矢沢永吉&矢沢マリア、若い頃の衝撃エピソードと昔のツーショット写真がヤバすぎる。伝説的ロックミュージシャン矢沢永吉さん、1990年に現妻のマリアさんと結婚されていますが、その経緯も複雑なものでした。今回は矢沢永吉さんと奥様の衝撃エピソードについて紹介します。結婚までの馴れ初めは、マリアさんはアメリカ人クォーター、矢沢永吉さんとは1978年前後にロサンゼルスで出会ったそうです。当時のマリアさんはモデルをされており、美しい顔にスタイルの持ち主、矢沢さんは一目惚れだったそう。当時多忙な毎日に精神的に疲労していた矢沢さんは、強く自立したマリアさんに徐々に入れ込んでいくようになりました。1988年頃に矢沢さんは友人と思っていた人物からはめられ、巨額の詐欺被害に遭って35億もの借金苦に陥ってしまいます。そんな矢沢さんのことを懸命に支えたのもマリアさん。怒り苦しむ矢沢さんを、自分が苦しいだけだから過去は忘れて許してあげなさいと諭し、矢沢永吉が本気を出したら返せないお金じゃないと励まし、そのまま彼を支え続けました。そういった経緯を経て1990年に2人は結婚に至りましたよ。昔の衝撃エピソード。しかし2人の結婚はそう単純な話ではありませんでした。まず矢沢永吉さんはマリアさんと結婚するはるか以前、1972年にスミコさんという女性と結婚していたのです。ディスコで出会ったまぶい女がスミコさん、出会ったその夜に結婚前提で付き合ってくれと伝え、出会って2ヶ月で同棲が始まり、出会ったその年に結婚までされています。当時の矢沢さんには結婚式や指輪を購入するお金はありませんでしたが、そんな時期からスミコさんは矢沢さんを支えていたのですね。2人の間には3人の子供が誕生しましたよ。しかし矢沢さんの仕事が忙しくなると2人の仲はすれ違うように。育児で忙しいスミコさんは矢沢さんに家に仕事を持ち込んでほしくなかったそうです。最終的に矢沢さんとスミコさんは離婚することになったのですが、離婚の成立は1989年。先述の通り、矢沢さんは1978年にマリアさんと出会い、彼女に入れ込んでいっていますから、矢沢さんとマリアさんは不倫関係にあったのです。矢沢さんとマリアさんの間には3人のお子さんが誕生しています。そのうち1人目はなんと誕生したのが1985年。矢沢さんは須美子さんとの婚姻関係が続いている状況でマリアさんと子供を作ってしまったのです。それから約4年後に須美子さんとの離婚が成立したのですが、その際の慰謝料はポルシェ3台分6000万円ほどにもなったそうです。この時の矢沢さんは最大35億の多大な借金を負っていたわけですから、この慰謝料も重く感じられたことでしょう。いや、億単位の借金の前ではむしろ誤差に思えたかもしれませんね。スミコさんとの離婚が成立したその1年後に矢沢さんはマリアさんと結婚、2人の仲は今も続いているようですよ。昔のラブラブエピソード。結婚前からマリアさんへの思いは強かったと思われる矢沢さん。1979年に発売された矢沢さんの過ぎゆくすべてにという曲の歌詞にはマリアというフレーズが含まれていますよ。また結婚後の1996年にはより堂々とマリアという曲名の楽曲を発表しています。この曲は1996年5月にシングルとして発売されましたが、これはアルバムの先行シングル。同年7月には同楽曲を収録したマリアというアルバムまで発売しています。歌詞の内容もマリア、見せた写真に微笑むお前がいるよ、その笑顔が走らせたのさ、あの日の俺を、など矢沢さんがいかにマリアさんを思っているかが伝わってくる内容となっています。マリアさんは矢沢さんが離婚する際、これでようやく彼と結婚できると語ったのだとか。マリアさんにも矢沢さんの前に結婚歴があり、矢沢さんと出会う直前か直後かに離婚したという情報も。
愛人という難しい立場にありながら、マリアさんは矢沢さんに本気だったのでしょうね。ちなみに矢沢さんとマリアさんの第一子、長女の陽子さんはモデルや歌手、女優などとして活躍しています。陽子さん曰く、父は24時間365日ロックンローラー、家でダラダラしているようなところはほとんど見たことがなかったのだとか。マリアさんは矢沢さんが家に仕事を持ち込むようなことに反対しなかったのですね。さらに矢沢さんはイメージとたがわぬ一家の大黒柱だったそう。父の言うことは絶対という中でも、マリアさんはそこまで不満はなかったのかもしれませんね。昔のツーショット写真集。矢沢さんとマリアさんのはっきりとしたツーショット写真は見つかりませんでした。そもそもマリアさんの画像がほとんどないのですね。こちらの画像は週刊誌報道の2人の画像です。2人の交際は不倫であったため、週刊誌報道では苦言を呈されることもありました。こちらの画像の女性がマリアさんだとされています。かなりエレガントな女性です。こちらは矢沢さんと娘陽子さんのツーショット。確かに陽子さんとマリアさんとされる女性のお顔は似ているような気もしますね。こちらは矢沢さんの年発売の矢沢さんのアルバム It's Just Rock and Roll。 ジャケット裏に写っているこの女性はマリアさんの妹さんだとする情報がありましたよ。まとめ。今回は矢沢永吉さんと奥様のエピソードについて紹介しました。時代が時代であれば、また受け止められ方も違ったかもしれない矢沢さんの結婚エピソード。さすがロックスターです。